今回は、伝説巨人イデオン、接触編、発動編。監督は、富野義之。1982年の作品です。東京12チャンネル系列で、低視聴率が理由で途中打ち切りとなったロボットアニメを、シリーズのダイジェストと、事実上の最終回を2本立てにして映画化。異星人、との悲劇的なファーストコンタクトがテーマですが、異星の子供向け、あるいはお茶の間向けの作品から大きく逸脱した展開で、一部のファンから熱狂的な支持を受けました。エヴァンゲリオンの10年以上前からあった衝撃のカルト作。